話したくないというコーナーです。ラジオネーム水亀座。山崎正義さん、このセロリまたアナルに入れたでしょう。話したくはない。頑張ってみるよ。そういう音だった。やれるだけですか。つまりは単純に不器用だ。不器用だな。そういうあげなさい。あげとこう。ラジオネームグドンなグドン。植草教授、速攻に寝そべってパンツ撮影してた人のニュースを見て、その手があったかみたいな顔してたでしょ。悲しいタンクはない。なるほどね。植草教授ね、手鏡でね。手鏡ね、エチケットブラシで見てましたけど。エチケットブラシ。ラジオネームオマットさんでした。宮根誠司さん、俺が50の風俗嬢に片思い してることを、ミヤネ屋で喋らないでくださいよ。悲しいタンクはない。喋るよ、これ。絶対喋るんだから。ラジオネームルノワール野口。ルー大柴さん、高須クリニックの院長のことをペニスドクターって呼んでるって本当ですか？悲しいタンクはない。ラジオネーム、オマットさんでした。渡辺篤さん、裏でスタッフからシロアリと呼ばれてるそうですね。悲しいタンクはない。渡辺来たよ、ついに。ついに渡辺が出たよ。ひどいね。ラジオの弟子の正彦。別所哲也さん、いつ来てもいいようにチンコもハムみたいに紐で結んでるって本当？悲しいタンクはない。この間のね、 WHO の加工品の肉は体に良くない、ハムだ、ソーセージだ、はい、体に良くないっていうやつ、うん、別所さん怒っただろうね。仕事を、ね、仕事を奪う。何言ってくれた。ハムの人ってね、イメージがある。以上、話したくないでございます。